背景、あなたは、ボーカロイドを知っていますかは、ボカロレボリューション制作委員会の企画により、北条と島が執筆した小説作品。2012年5月に刊行された。副題は、一人の女子高生とボーカロイド、狩るの物語。インターネットで、歌声合成ソフトボーカロイドをボーカルに用いた楽曲を発表する、ボカロ P という一面を持つ、女子高生を、 主人公にした青春小説で2011年1月にボカロレボリューション制作委員会が制作した TV 番組ボカロレボリューションで登場したキャラクターカルを試作品のボーカロイドとして登場させている。カルは2011年12月にインターネット社により現実のボーカロイド製品が発売されているが作中のカルはこれとは異なる。 主人公のおじの勤める会社で、主人公の声を使って試作品として作られた、非売品のボーカロイドという設定であり、カルのアナザーストーリーの体裁をとっている。本作は、ボーカロイドをはじめとするネットでの文化を、社会現象として捉え、若者のライフスタイルの一要素として取り込んだ、小説である。執筆を手掛けた、ボカロレボリューション制作委員会代表幹事の北条。 としまさは写真家としてネットでダンスの動画をネットで発表する少女たちを取材を手掛ける中で今の中高生たちのネットでのありさまを親たちは知らないのではないかと感じ小説という形で伝えるため本作が執筆された作中にはニコニコ動画の文化を多数登場させており北条はボカロ P や踊ってみたを見たり聞いたりする子だけでなく そのネット動画で活躍する子が同じクラスにいるという高まり感が描きたかった光景だとしている。ボーカロイドで作った曲をインターネットの動画サイトで発表しているボカロ P の前田春子はオタクでありつつも中学生の時に目にした県立姫古川高校の体育祭姫古祭りの応援合戦をきっかけにリアルの世界にも興味を持ち入学した姫古川高校で 高校野球部のマネージャーを務めるとともに応援合戦に自身がボーカロイドで制作した楽曲が使われることを目指す。2016年10月14日から16日の間、アフレコ歌劇、背景、あなたはボーカロイドを知っていますかが新宿シアターモリエールで公演された。アフレコ歌劇とは演出家の絵コンテをもとに事前に撮影したキャストたちの写真を 舞台に投影し、キャスト本人がその場で声を当てる舞台作品。脚本、プロデュースを、酒井直行、演出を、大浜直樹が担当した。ボカロは、ボーカロイド、P は、プロデューサーの略。ボカロ P に対しては、名前の後ろに、P をつけて呼ばれる習慣があり、こうした名前が、元々のハンドルネームとは別にファンから送られることも、ある。AB。 ボカロプラスボリューム6特馬書店2012年140から141ページ ISBN978 から41億9720万 3512AB ボカロプラスボリューム4特馬書店2012年78ページ ISBN978 から41億9720万3482 相川パテ、新連載、初音ミク4周年記念未来の音楽屋は、アスキー .jp、http コロンスラッシュスラッシュ weekly.aski.jp スラッシュ elem スラッシュ000スラッシュ0054スラッシュ54941スラッシュ2013年2月9日閲覧。岡田由か、初音ミクが開く、創造の扉、アイテディアニュース、 http://www.itmedia.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ0802スラッシュ25スラッシュ news0177.html2013 年2月9日閲覧アフレコ歌劇、背景、あなたは、ボーカロイドを知っていますかに、2岩田カレン、ステージナタリー、 https://natary.new ス,ス,ス,ステージスラッシュニューススラッシュ2051252021年1月15日閲覧。ありがとうございます。